ソードアートオンエア。さあ始まりました、ソードアートオンエア。オフィシャルサポーターの鷲崎拓司でございます。そして、私と一緒に番組を進行しておりますパーソナリティは、こんばんは、キルト役の松岡芳嗣です。こんばんは、アスナ役の戸松遥です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ちょっかいかけないでくださいこの、ね、まあ、早めに焦っちゃう松岡君、早めに陽気な雰囲気欲しいなとね、松岡君ね、くて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 あらまらまらバキーは本当やばいですよ。まあ、とはいえ俺も絶対ダメなの。超こそば湯さん、何ていうの、こそば狩り。じゃあいつかつぐつぐ隙を見て鷲崎さんをこちょこちょしようで。ほんとさ、ただ俺は攻めていくよ。なんすか、あ、マジっすか。二人して構えないでください。僕脇腹に地獄づくよ。そうだよ、トマちゃんは遠いから無理だよね。そうですね、私にはさせません。そうだね。いや、トマちゃんの横には作家がいるから。そう、作家さんがいる。そう安全ですから。いやいや、作家が急にやり出すかもしれない。ちょっとだから作家を急にくすぐってもいいことにしよう。あ、わかりました。でも、そうさ、おかしなタイミングで誰かが笑ったと思ったらトマちゃんが作家をくすぐったんだと思う。さあ、この番組はどの番組でしょうか。この番組は、うん、テレビアニメ、うん、ソードアートオンラインの最新情報をお届けしていくことはもちろん、この番組にアクセスしてくれたリスナーさんと一緒に、うん、ソードアートオンラインの世界を旅していく情報バラエティ番組です。そんなガードの仕方ある。どんな体制が早いもので、もう7月にね突入してしまいましたけども、この番組も今日からですね毎週配信です。よいしょー、やったー。そうなんですよ、隔週でしたからね、ここから毎週ね、皆さんと会うということでございまして、先日6月の24日にですね第1話の上映会というのも開催されましたけれども、SAO はですねテレビ放送に向けていろんな、企画が進行中でございます。なんとここからすごいですよ。7月7日と8日に、全国のアニメイト、ゲーマーズ、ソフマップ、虎の穴、タワーレコード、こちら一部店舗さんにてですねソードアートオンライン店頭ジャックというのを行います。店頭店内のポスター、それとですねモニターが、SAO 一色になるんですって。うわー、全国ですよ。それはすごい嬉しいし、いや本当にすごいことですよ。皆さんにね、まあ、ソードアートを知っていただくいい機会でもありますね。ね、だ相当力入ってるってことですよこれ。こんだけっていうことは。すげー、ね、面白い展開になっておりますので、ぜひですねあのテレビ放送前にあのお近くのお店ね、あの先ほど言いました各お店足を運んでチェックしてみてください。ね、近くそういうのって見に行ってしまう人。行きたいです。行きたいよね。はい、ぜひ。でも声かけられてもちょっと恥ずかしいっちゃ恥ずかしいよね。自分が出てる作品のポップとか見に行ってて、あれ松岡さんですって話しかけるのちょっと恥ずかしくない？いや僕隠密スキル高いんで。隠密スキル高いの？なんで、はい、どういうこと、ええ、どうやってんの？あの空気を消します。これと全く同じ状態でそのまますってアニメートに入っても全くバレないんだ。はい、トマスさんさすがにあるでしょう。ああ、なんかでもそうですね、なんかみんなで行きましょうみたいな感じで、いきなりバーって現れ、ポップとかにサインをして、イエーイって言って。そうかそうか、はい、じゃあ行ったりとかは。ねえ、じゃあバレエ隠密スキルじゃないんだ。そう、なんていうんですかね、ああいうの逆にワイワイ、ワイワイスキル。ワイワイスキルって、ワイワイスキルって、ワイワイスキルって、ワイワイスキル。ほのぼのしますね。ね、ひょっとしたらでもね、どっかのアニメーターさんとかね、あのゲーマーさんとかそうまとか分からへんけども、いいあの大きいマスクをしてジョン・レノンみたいなグラサンをしてちぐはぐな形のこう、あの二つ結びをした女が現れたと思ったら、ね、トマちゃんの可能性がありますから、ね、そうです、それは私だ、ね、声かけないでくださいね。テントジャックに行きましたよなんていう報告のメールも待ちております。こんな感じで本日も最後までよろしくお付き合いください。ソードアートオンエアは響きラジオステーション SAO プロジェクトがお送りします。ソードアートオンエア。改めましてこんばんは、ソードアートオンラインのオフィシャルサポーター鷲崎拓司です。こんばんは、キルト役松岡芳嗣です。アスナ役戸松遥です。はい、さあもうこの番組ねお便り今まであんま紹介してないんですけれども、はい、お便りじゃんじゃん紹介していきましょう。はい、イエーイ、ね、はい、こちらはレグノさんからいただきました。第1回のラジオ放送で壮大な音楽という話題が出ていました。僕はソードアートオンラインの音楽を担当している梶浦由紀さんの曲が大好きです。どのような曲が聴けるのか、世界観と合わさった時にどうなるのか楽しみで待ち遠しいです。
もう曲すさまじいですよ、うん、臨場感が風景と世界観とマッチするのがやっぱ一番すごいところだなっていうのを、毎回感じていまして、すごいよね。あの監督もさ、作曲家さんもそうだけど、この展開でこの絵にこの音楽がつくっていうことを計算してやってるわけやもんね、はい、すごいですね。さあどんどん行きましょうか。園野さん、ソーダアートオンラインは私が小学生だった時からのファンです。ほう。インターネットにあまり詳しくなかったので、すごく頑張って読み進めたのを覚えています。気がつけば今はもう高校1年生。私が成長すると同時にソードアートオンラインや川原歴先生もどんどんびっくりになってしまって、悲しいような嬉しいような不思議な気持ちでいっぱいです。アニメでキリとヤスナがどんな風に動き出していくのか、あの時の私にも教えてあげたいなですって。大きくなったね。ねえ、小学生の時の作品が高校になってずっと人気があって、うん、アニメ化ってなんか特別な、ね、気持ちでしょうね。なんかでもそうやって過去の自分に後々アニメ化するよって本当に言ってあげたいという気持ちすごいわかりますね。あるよね、うん、だって過去の自分にさ、あ将来あれだよ、あの声優さんやってるよって小学校の時思ってた。だって思ってなかったです。思ってなかったよ。思ってないです。小学校の自分に急にさ、うんって現れて、はい、お前さ将来声優やってるよって、やってるよ、うん、言ったらどうなるだろうね、うん、ポカーンってして、ポカンってするよね。変なおじさん来たー、なんか言われたって、なんかねえ、とまっちゃんもだよ。私はもう、うん、信じないぞーって絶対もう言うと思いますよ。ダラーって、ダラーって、お前だぞーって、お前さーってなってると思います。不思議だね人生ってね。それこそ本当に1年とかだけで、そうだよね、ずいぶん変わるじゃないですか。そうね、そう、1年前の自分と今の自分でもだいぶ違うぐらいなんで、うんうんね、そりゃもう数年前ってなると、そうだろうね、不思議だよね。やめなさい、こちょこちょ楽しいな。はい、じゃあ、僕読ませていただきますよ。気を押し付けてね。はい、気を押し付けて。高ぽんさんから、皆様、おはこんばんは。おはこんばんは。はい、アニメ放送開始まであと少しというところまで来ましたね。そうよね。ワクワクしてしょうがないです。うん。さて、ちょっとした質問なのですが、うん、出演者の方々が、うん、SAO のソードアートオンラインの世界に入ったとしたら、うん、どんな武器で戦いたいですか？僕は長剣がいいです。かっこいいし。というお便りです。ああ、なるほどね。面白い。どんなんがいいですか。まあ自分がやってる役もあるでしょうけど、一回それを離れて、はいはい、どんな武器で戦いたいか。僕武器いらないですね。え、素手？素手、はい？さすがチューバ。さすがチューバリアンボーイ。さすがチューバリアン。へえ、そうなの？はい、なんでなんかそういうのが好きなの？やっぱりなんか視覚とか、うん、全部体感型のゲームって、うん、これから先の未来で開発されるかどうかわかんないですけど、うん、でもやっぱそういうものがあったとしたら、うん、やっぱりなんか体で戦いたいです、ね。ああ、そうなんだ。すごい。すごいね。俺だって逆にゲームの中でしかさ、そんな武器使ったりとかね、はいはい、剣とかないじゃないですか。はいはい。リアルやったら、正直、絶対嫌やけど、リアルやったら喧嘩になるかもしれへんよ。はいはいはい、拳に関してはね。うん。だからゲームの中でやっぱ武器を、俺は使ってみたい気がするな。藤崎さん何？何やろう？ボウガンとか。ああ、かっこよくない？ボウガン。かっこいい。ねえ。トマちゃん、トマちゃんは？私は弓。ああ、でもボウガンとか。そういう系。弓使いかっこいいよね。じゃあ続いて、はい、ヤブマサさんからいただきました、うん、先日の放送で話していたスキルの話で、うん、自分は調理師のため料理スキルは絶対上げると思いました。しかし MMORPG は仕事と同じくらい好きなので戦闘系スキルも上げたいと思い、うん、SAO の中だったらクリアを目指すか日常を楽しむか、うん、悩みどころです、うんうんうん、皆さんだったら SAO にとらわれたら戦ってクリアを目指しますか、それとも攻略組をサポートする方に回りますか。ああ、結構大きい選択ですよね。そうだね。うん、松岡君は、僕はどちらかというと、うん、サポートの方に回りたいんですけど、うんうんうん、でもそのサポートっていう方も、うん、やっぱりこのゲームの中って、うん、殺人も起こるんですよ結構、うんうん、PK っていう、うんうん、プレイヤーキルっていうのがあったりして、そういった方々から守るものを、まあ、警察とか、うんうん、人間の世界で言うと、うんうん、警察とかそういったもので守りたいかなっていうのは、うん、なるほどね。
そうか、正義の味方ですからね。トマスさんは、私はあのなんかボス戦とかもやってみたい気はするんですけど、うん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 、多分そのキリトとかみたいに先陣切ってわーって行くと、うん、多分間違いなく私速攻やられると思うので、うん、はいってなんでもちょっとやだな、後味悪いなって感じですね。そうね、行くにしても、うん、多分後ろの、うん、なんだろう、後ろの語弊、うん、なんて、ずるいずるいぞ、トマスさん。ちょっとトマスさんずるいぞ。光栄で弓っていうのは戦略的にあります。まあ、弓、あ、そうかそうか、そう弓だもんね。そういうのがいい、うん、ちょっと前にやってみ、なんかこう戦闘してみたいけど、うん、トップは嫌だみたいな。ヤジだね。バカモンスターバーカ。お前なんか怖くないぞみたいな、遠くの方から言うタイプかもしれない。そうだね、ダメだね。俺絶対環境的、俺ね、環境適応能力割と高いと思うから、うん、俺普通に暮らしちゃうんだと思う、はいはい、普通に暮らすと思う。でそこでもしラジオスキルが上げれるんだったら、そこで普通にラジオやりたい。なんだろう、ネット環境あんの、あの中に、あの中にネット環境あんのかな。ねえ、どうなんですかね。だって周波数の権利って権利もうだって流すのとかできんのかな。ねえ、でもまずそのマシンがあんのか、ゲーム世界ですからね。あ、でも無線あんのか。無線で連絡はおそらく取り合っているから、それがあればラジオまではいける。確かに。からラジオやる、あ、と思う。そっちの世界でもやっぱりラジオ、だって俺好きでラジオしかないもん。イベントあったら司会するけど。いろんなこう展開があって楽しいですね。ねえ、そう、うん、だってあそこにはやっぱ住んでる人がいて、間違えて、生活があるわけだもんね。そうそうそう、ラジオもあってほしいんじゃないかしら。確かに。ねえ、さあということでございまして、皆さんからのお便りも紹介しましたが、さあ今回もですね、スペシャルな方からのメッセージをお預かりしていますので、こちらじゃあ松岡君紹介してもらっていいですか。はい、魅力的なキャラクターと壮大な物語が最大の見どころです。その原作の良さをアニメーションでできる限り魅力的に描けるようスタッフ一同頑張っているので、ぜひ最後まで見届けていただけたらなと思っています。はい、ソードアートオンラインアニメーションプロデューサーの加藤純さん様より。ありがとうございます。なんかわかんねえけど偉い人でしょ。そうですよ。俺にはだって俺の門外観だもの。わかんないもん。すごい偉い人でしょ。ありがとうございます。いやでも本当にやっぱ皆さんが、うん、やっぱり気持ちがすごく一つになってて、うん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 、もう始まる、まあ、アフレコも始まる時からもずっとそうだったんですけど、うん、もういい作品をみんなで作っていきましょうっていう、もう団結力っていうか、うんうん、気持ちの一体感っていうのはやっぱすごくあるなって思いますね。いやそれはね、役者としても嬉しい、まあ嬉しいとか自分もチームの一員だけども、はい、から嬉しいですね。伝わるっていうのはね、すごい。そしてはい、続きまして、死と直面したら人はどう動くのか。そんな作品作りに関わるため、業界に飛び込んで十数年、ようやくソードアートオンラインという作品に巡り合いました。監督の伊藤さんはじめとするスタッフの方々、松岡さん、戸松さんをはじめとするキャストの皆様と作り上げていく今の過程が、楽しくて仕方がありません。原作者の川原さん、安部さんをはじめ、楽しみにしていただいているリスナーの皆様のご期待に応えられるフィルムとなっていると思いますので、録画ではなく、リアルでご覧になっていただけますと嬉しい限りです。引き続き、応援よろしくお願いいたします。アニプレックス、柏田慎一郎様より、肩書きはプロデューサーさんです。おー、すごい。なんていうの、なんか、自信があるんだよ、きっとね。この作品、ほんとすごいから。あのみんな本当見てくださいと、とにかく見ていただけたら分かりますからっていう自信があるんだね。はい、ね、すごく皆様原作もすごく愛されている作品なので、はい、はい、なんかねアニメーションでまた素敵な声を、うん、入れられたらいいなっていうふうに思ってます。はい、頑張ります。はい、そしてもう一つ来てるのが、はい、こちら私が読ませていただきます。テレビアニメソードアートオンラインの見どころ、それは第1話のダビング音声のミックス作業の際、見学していた、キリット役松岡くんが言い放ったこの一言に尽きると思います。いやー、開いた口が塞がらないですね。開いた口が塞がらないとは、呆れ返って物が言えないの意味。開いた口が塞がらないのはこっちですわ。その場にいた音響スタッフ全員凍りつきましたから。
松岡君の言葉の間違いはさておき、その時の松岡君の気持ちを代弁すると度肝を抜かれてあっけに取られたということなんだと思います。私が第1話第2話の監督の描いた絵コンテを見た時と同じだったと思うからです。まさに度肝を抜かれました。これはすごいアニメになると思いました。実際出来上がった作品も全編見どころですし、聞きどころです。あとは言葉で語るより7月からのオンエアを見ていただくのが一番手っ取り早いかと思います。とにかく SAO の世界をぜひご自分の目で耳で確かめてほしいと思います。ラジオのリスナーの皆さん、よろしくお願いいたします。チーフプロデューサーの大沢信弘様よりいただきました。ありがとうございます。なんでそんなこと言ったか。言いましたね。いや、あの、あの本当に、あの口が塞がらなかったんです。もうはーってなっちゃった。そうなんですよ、うん、それを表現しようと思ったら、はい、開いた口が塞がらないですで僕すごい嬉しそうに言っちゃったんですよ。なんとですね、こちら、うん、追伸と言いますか、はい、最後にこのラジオでぜひやってほしい企画がありますと、うん、大沢プロデューサーから。なんだろう。松岡くんのソードスキル発動と戸松さんの料理スキル発動をぜひラジオで実現してほしいのです、はい、キリトの剣、エリュシデータは実物大のレプリカがあるので、それを使ってスタジオ内でかっこよくソードスキルを発動させてみてください。ラジオなので当然その姿は見えませんが、キリトなので音やセリフだけでも十分かっこいいはずです。繰り返します。音やセリフだけでも十分かっこいいはずです。ではよろしくお願いします。戸松さんはアスナと同じように実際にお料理が得意と聞いているので、ぜひスタジオで料理スキルを披露してほしいと思います。そのスキルのほどを、その味を松岡さんと、鷲崎さんに声だけで皆さんに伝えていただきたいのです。では頑張ってよろしくお願いします。えらいやったらもう無茶ぶりじゃねえかよ。ちょっと大沢さん、もうちょっとね、今回ね、エリシデータないですけどもね、あれを使って、うん、音やセリフだけでも十分、はい、伝わる、かっこいいはずですからね。お願いします。エリシュデータを使って、松岡さんお願いします。いきます。はい。バーチカルスクエア。熱い、全力だ。全力ですね。ありがとうございます。俺もなんていうの、俺もどうかなって思ってるよ。俺もどうかなって思ってるけど、ただ偉い人に言われちゃったもんだからさ。あと戸松さんはもう別に、はい、今から料理は無理だしね。今からそうね、うん、ほら何にも、ほら何もないもんね。今何もない。あとスタジオでは火とか使えないから、うん、どうする。え、次回魚とかおろして、イカとかおろしてみる。イカここでイカおろします。生イカとか生臭いおろしています。じゃあいつか松岡くんの、ね、じゃあ好きなハンバーグをいつか作れるように頑張ります。俺の好きな手羽先も作ってほしい。手羽先って焼くだけもいいとこだけどさ。だって自分ばっかりずるいじゃん、松岡君。ハンバーグに手羽先、ハンバーグに手羽先だね。はい、さあということで期待度高まるソードアートオンラインでございますが、放送開始まで間もなくでございます。ぜひご期待ください。ソードアートオンエア SON ソードアートオンラインニュース。キャスターの戸松遥です。ここでソードアートオンライン関連の最新トピックスをご紹介しましょう。今日お届けするトピックスはこちら、合同イベントやっちゃいます。アクセルワールドソードアートオンラインオフラインミーティングを開催いたします。場所は東京品川のステラボール。日時は7月28日土曜日。昼の部は会場12時30分から、開演は13時から、終演は14時半を予定しております。夜の部は会場が16時から、開演が16時半から、終演が18時を予定しております。なお昼の部と夜の部で一部内容が異なりますのでご注意ください。出演者はアクセルワールドから梶裕貴さん、三沢幸香さん、豊崎亜希さん、浅沼慎太郎さん、歩きまさん、ソードアートオンラインから私、戸松遥、日高里奈さん、高垣彩さん、リサさん、司会はもちろん鷲崎武さんです。チケットの発売などの詳細は公式ホームページでチェックしてください。
以上、SON ソードアートオンラインニュースでした。ソードアートオンエア、勝手にスキルを考えるコーナー、叫べ俺のソードアート。はい、なんとなく強そうな横文字を送ってもらって声優さんの本領発揮して叫んでみようという極めて雑なコーナーです、ね、はい、ノリとテンションのコーナーですよね、これ完全に。まあでもね、早速、まあ送りやすいんでしょうね、まあまあ、いっぱい届いてるらしいんで早速、こちら紹介していきたいと思います。まずはですね、こちら DDA 構成員 E さんからいただきました。ハードクラッシュハードクラッシュは何ですか、どういうスキルですか。ハードクラッシュってどういうスキルですか。ハードクラッシュ、はい、ハードクラッシュってあれですよね、あの強烈にクラッシュしたんですよね、はい、何が何が、あの、え、ハードが、ハードがメモリが、メモリ消えちゃいます、メモリが消えちゃいます、ハードクラッシュ、はぁーってダメージ大きいですね、それは。今撮った写真とか全部ね、絶対やだ、受けたくないパソコンのってこと、そうだね、そうだね。さあ、どんどん参りましょう。こちら、あ、ハンドル名ポーションさんからいただきました。スカイツリーオープン初日ですね。初日です。めでたく。めでたい日。開会式になった。スキルじゃないです。宣言ですね。宣言だね。宣言だね。今日はいっぱいお客さん来ると思うから、はい、ランチとかでも下手したら3桁行くかもしれないから、店員一同頑張ろうねっていう。気合ですよね、完全にね。これはスキルじゃないですね。気合です。気合ですね。でも行ってみたい。行ってみたい。さあ、こちらはアドネームユミさんからいただきました。アッパーリジスター何アッパーリジスターって何ですか、何のスキルですか、どういう意味。あ、これね、チューバスキルらしいって書いてある。お、え、チューバ、あれちょっとつぐつぐ、これつぐつぐさ、はい、つぐつぐチューバリアンボーイでしょ。そうです、僕チューバリアンボーイですね。うん、なんかチューバの用語らしいですよ。まあこの人もあんまりわかんないままふわっと書いてきてるんで、だからどういうやつの、チューバでどうやんの、アッパーリジスターは。え、アッパーリジスターですか、うん、チューバだったら、うん、あのマウスピースってあの吹くやつがあるんですけど、それで、うん、うーん、パーフェクトスーって言って吹くっていうことですよね。だからあれですよ、あのリコーダーとかでトゥートゥーって吹けば音がよく出るよっていう感じの、それの応用版ですね。で、これどういう時に使うの。ソロパートのないええ、戦いには使えないんだね。ええ、そうです、戦いには使えない。でも軍があるってことはさ、軍楽団があってもおかしくないから、無理やり繋げてんな俺。なんか頑張ってね、繋げようと。ラジオネーム大体さんからいただきました。お願いします。ファンタンヤーグルトなにこれ、うのせよくば何ですかね、飛ばすさ。これは、はいはい、もう、はい、なんかこう、わかんないけど、はい、自分にちょっかいをかけてくる人たちに対するこう攻撃方法で、こうフローズンヨーグルトまみれにさせる相手を。冷蔵庫から取り出す。そうなんだ。そうなんだ。俺はまた、ちょっと、あの、怖い先輩が後輩に買い物頼んだんだけど、あの、買ってきた、あの、先輩、ヤンマガと、何々と、って買ってきた時に、お前言うたやつ買ってきて、え、先輩何でしたっけ、ローズンヨーグルトやるわ持っていっとこまあ、スキルでも単なる部活だねじゃん。なんかセリフみたいな。なんか脅しみたいなの入ってますよ。そうだね。すごいよ。このコーナーすごいよ。みんながなんとなく思いついた横文字で勝手にトークしろって。いやでも叫ぶの楽しいですよ。本当に。せいさん本当に。大丈夫。はい。喉とかひっくり返らない。大丈夫です。あの楽しい。叫ぶのって楽しい。そう。この横文字をただ叫ぶっていう。そうか。そう、あ、ずるい、松岡君で言ったやつ、私も叫びたかったみたいなやつとかたまにあったり。じゃあね、多分ね。そう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 、ありますね。ちょっとフローズンヨーグルト。そう。フローズンヨーグルト。今のじゃあ設定でね。はい。フローズンヨーグルト。怖い。マジ切れマジ切れ。めっちゃ怒ってる先輩。先輩怒ってる。うーんって何その。
息の違いなんですよ。ちょっと怒りが入ってた。はい。怖いわね。先輩。松岡くん怖い。老人に怒ると忘れたけど、あんな怒るなんてね。さあ、こんな風にあなたが考えたスキルを募集しております。なんとなく叫んだら技名っぽく聞こえれば、どんなものでも OK です。以上、叫べ、俺の相談アートでした。ソードアートオンエア。さて、ここでお知らせでございます。まずは放送情報です。7月7日より毎週土曜日、東京 MX 他にて順次放送が開始されます。またニコニコ動画、バンダイチャンネル、プレイステーションストア、ビデオアンリミテッドでも配信予定です。大きくなったね声、はい、そしてオープニングでお伝えした通りですね、7月の7日と8日には全国のアニメートさんで、ゲーマーズさん、ソフマップさん、虎の穴さん、タワレコードさんにてですね、ソードアートオンライン店頭ジャックというのを行います。店頭と店内の、ポスターやモニターが SAO 一色になっちゃいますので、ぜひお近くの、店舗さん、お店さんにですね、足を運んでみてください。さらに7月の28日土曜日に品川ステラーボールにて合同イベント、アクセルワールドソードアートオンラインオフラインミーティングというのを開催します。オフィシャルサポーターとして私、鷲崎武も出演いたしますので、ぜひ遊びに来てください。そしてそして主題歌の情報です。オープニングテーマはリサさんのクロッシングフィールド、エンディングテーマは私戸松遥香が歌う夢世界、合わせてチェックしてください。現在公式ホームページではソードアートクエストを開催しています。あなたのアバターを登録して随時更新されるクエストに挑戦してください。はい、すべてですね、詳しい情報は、公式ホームページでチェックしてください。以上お知らせでした。さて、お送りしてまいりましたソードアートオンエアですが、エンディングでございますね。え、はい、もうほんと早い。早いです、ね、あっという間に終わっちゃうものね。えいやー忘れてたそんなもうくすぐられるの忘れてたでしょ。そうですね、急に来るからね、もう一応鷲崎さんに地獄好きやってないもう近寄らないようにしよう来週から席変えてもらおうさあ、ここでですね、公式ホームページにて開催しているクエストのクエストクリアコードの発表でございます。じゃあ、次頼んだぜ、はい、憩いの宴第4夜のクリアコードはアルファベットの小文字で M R P X W G H B、 そしてここで、数字の2です、うん、でその次にアルファベットの小文字で V、 はい、はい、そして番組ではリスナーさんからのメールを引き続き大募集しています。各コーナー宛てのメールはもちろん、作品の感想や私たちへの質問など、メールアドレスは sao@joqr.net sao@joqr.net です。番組の投稿フォームからも送ることができます。たくさんメールを送信してくださいね。はい、今日もやりました、俺のソードアートのコーナーですけれども、はい、まあ、コーナー内でも言いましたけど、ぜひカタカナで送ってきた、普通の文章を送ってきてる人がいるんで、たまに、あーそっか、基本あんな感じでカタカナで送ってきてください。さあ、それではもう時間が来たようでございます。次回文化放送では7月の9日、響きラジオステーションでは7月の10日にお会いしましょう。ここまでのお相手は私、鷲崎武史と、キリト役松岡義継と、明日の役戸松遥香でした。バイバーイ。ソードアートオンエアは響きラジオステーション SAO プロジェクトがお送りしました。さあ、ここから響きラジオステーションだけのボーナストラック、アライアートオンライン。番組スタッフが自らプレイヤーとなりまして、ソードアートオンラインから発信されるプロモーションクエストにガチで挑戦していくというコーナーでございます。それでは、このコーナーのソロプレイヤーをご紹介しましょう。響きラジオステーションディレクター、新井さんでございます。お世話になります。響き新井です。はい、お願いします。さあ、今日は何をどうしてくれるんですか。まあ、今日はじゃあ僕がクエストクリアしていくうちに、うん、これを手に入れたので皆さんで見ていただきます。何これ、これはですね、50ポイントを獲得した、うんうん、プレイヤーがみんなもらえるんですけど、うん、キリトの壁紙です、ね。かっこいいじゃん。ちょっといい、ね、キリトったら、うわすごい、スタイリッシュですね。スタイリッシュ、スタイリッシュだね。そうだね、そうか、こういうのを、もうそうなんです、いろいろともらっていけるんだ。50ポイントで
あのキリトがもらえて、100ポイントでアスナ。うんうん、ああそうなんだ。欲しい。欲しい。それちょっと見せてくれよ、そのアスナね。いやまだアスナまで。なんで言ってないの？キリトのだけ持ってきて、アスナの持ってきてないって。ちょっと寂しいですね。これ寂しいよね。そうそう、次回は必ずじゃあアスナを持ってくる。これちょっと今はだけだったらね、ちょっとほらもうトマスさん激へこみだから今。見てほら。そう、早く見たいです。あ、わかりました。頑張ります。頑張ります。激へこみだから今ちょっとイラストで描いてみて。ちょっと待ってください。ぜひ。ちょっとアスナをイラストで描いてみて。イラストちょっと見てみたいですね。ねえ。まあキリトはね、こうやってゲットしたら見れたからいいけど。そうそう、アスナ見てみたかったな。アスナの、アスナ多分あれだろうね。キリトはこう剣を持って、かっこいい感じだから。アスナはやっぱり料理スキルが高いから。料理してる絵なんだろうね。あー、いいですね。可愛らしく。戦ってるアスナも可愛いけども、ね、料理してる可愛らしい絵なんだろうね。ねえ。素敵ですね。見てみたいな、見てみたいな、アスナ。ね。でも、絵描けないんですよ、ね。いやいやいや、でもこうやってね、もうずっとね、あの、ソードアートに関わってるわけでございますから。そうですね。覚えてないってわけない。髪型から何から。そうですね。きっと素敵なアスナを。アスナってどこがポイントだろうね。あ、でもやっぱり、髪も綺麗だし、ね、何よりもこう、顔もすごく美人だし。そう、可愛らしいよね。こうね、キリッとしね。キリッとしたね。表情の中に、そう。乙女らしさもちゃんとある。そう、やっぱりこう、戦いにこうね、身を置く身だから、あんまりこう、柔らかい部分見せちゃいけないんだけれども、でもその中に、優しさとか、柔らかさみたいなのが見えてるのが魅力ですよね。そうですね。アスナの魅力どこだと思います？そうですね。やっぱりこのアスナは本当に芯が強い。できました？はい。できました？ちょっと見せていただいていいですか？え、アスナこんなんでしたっけ？ちょっと待って。何これ？トマスさんの多分今までのキャリアの中で一番ブスでした。トマスさんでデビューされたまでのいろんな役やられたと思いますけど、多分ですよ、これがアスナだとすると一番ブスですね。ちょっと待ってくださいよ、これ。いや、もう本当にちょっと絵が描けない。ミス三拍が。もう、何これ、まあ、髪型違う、今見てるね。ザンバ、なんていうの？座敷話みたいな。いやいやいや。アスナ、後ろでちょっとくくってるのに。そうだよ。いや、髪型、大体合ってると思って。嘘だ嘘だ、あと、料理しろって言ったのにさ。いや、ちょっと料理まで頭もいかない。料理してないし。何もしてないし。目若干病んでるもん、この人。怖いね。いや、キリッとしてるって言ったんで、ちょっと。だって、これがキャラ入りできて、ちょっと、松さん、これでオーディションなんですけどって言われたら、これ。私が言うて。ひどいですね。荒井さん。いや、頼むよ。ちょっとね、あの、美術2なんで。言い訳した、言い訳。これ、後ほど、番組のページに上がります。載せましょう、載せましょう。じゃあ、ぜひこれ、番組のホームページに、上げてしまいますので。アスナ書けるように頑張ります。そうだね、次こそは。書けるようにしとかなきゃね。ねえ。よろしく。素敵なアスナを。そうですね。これじゃない、ちゃんと100ポイントをゲットしたら、もっと可愛いアスナが見れますので、皆さんチャレンジしてください。はい。どうぞチャレンジしてください。はい。それでは、番組をお聞きのリスナーさんも、ソードアートオンラインの公式ホームページで開催されているクエストに参加してみてください。随時更新されていくクエストを攻略すると、キャラクターのステータスが成長していくだけでなく、ポイントに合わせて現実世界で使用可能な特典がもらえます。気になった方はぜひアクセスしてみてください。はい、このコーナーではですね、プロモーションクエストに挑戦しているリスナーさんからの情報もお待ちしております。以上、アライアートオンラインでした。